今日本が本当に危ないということをですね思っていらっしゃると思います。そういう意味でですね、昨年8月あちらにいらっしゃいます新藤義孝先生とともにですね、武陵島に渡りまして渡ろうとしまして、途中で韓国からですね追放されてしまいました。問題はですね、それ以後のですね日本の政界の動きです。特に、自民党の中でもですね M さんとかですね Y さんという方がですね、もうご存知かと思うんですけれども、我々本来ですね自民党で行く予定だったんですが、個人の活動というふうに限定されてしまいました。同じようにですね、民主党の中には鳩山さんとかですね、岡田さんとか現場さんとか野田さんですね、ああいった方々は竹島は韓国領だというふうに思っておるようです。そういう意味ではですね、この国を変えていかない限りですね、政治家を変えていかない限りこの国は良くならないのだ、そういう意味でですね、最近大阪の橋本さんという方がですね、戦中八策というですね説をいろいろ唱えておりますけれども、これはかなりまがいものでありまして、なぜなら坂本龍馬はですね外国と対峙するためにですね日本をどうすべきかと考えました。しかし橋本さんが今やっているのは大阪の市職員をいじめているだけです、ね、そういう意味ではですね国家感がありません。そういうことを考えていくとですね、もう一度ですね我々国民がですね新しい国づくりの礎を作っていかなければいけない、そういう意味でですね若い方々を含めてですね、この国をどうしたらいいのかという観点でですね、それぞれ自分の意見を発表していただく、それがですねマラソントークです。本当は駅伝トークとしたかったんですが、長時間になるということでマラソントークとしております。よろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました衆議院議員の新藤義孝でございます。私はこの下城研究室が主催をするこのマラソントーク、3年目ということでございますが、3回出させていただいております。で、思えばですね3年前にこのマラソントークを始めざるを得なかった下城先生の強い思いをですね、私ども受け止めて参加をさせていただきました。そしてこのわずかこの3年間日本の政府が政権交代により担当政党が変わったその3年間で、一体私たちの国の領土はどれだけ侵害されたのか、そしてさらに今そのですね外国からの圧力が高まって、これは竹島だけではありません、北方領土についても尖閣についても強い圧力にさらされるようになってしまった。それはいずれも関連性があって、交渉している対峙している国は別々でございますが、全て連動しております。私たちは国家というものをどう考えるか、その局面に立たされているんだと思っています。私は領土問題に取り組まさせていただいているこのきっかけは、単なるナショナリズムや、それからここの領土問題がおかしい、もちろんその問題意識は原点になります。でももっと大切なことは、今日本の国家としての信用や信頼が問われている。国と名乗る限りそれには成立の要素がございます。いろいろありますけれども、全てを削ぎ落としていくと私は3つだと思っているんです。国家が成立するためにはまず国民がいて、その国民の意識の統合が必要でございます。そして続いてその国民が住む領土が安全に確保されてなくてはなりません。その領土に対し他国の権利が及ぼさない、国家主権が確立している、この3つが国の成立3要素、そしてその最も基本であるこの3要素をないがしろにして大切にできない国は他国から信頼されないし信用されない。国と国の交渉でいろんな複雑なことを考えるから分かりづらくなりますけども、人間関係に例えてみればすぐに分かると思います。本当の友達、信頼できる人間というのはどういう方を言うんでしょうか。話がうまく進んでいて、そして表面上の利害が一致して仲良くしてるけれども、いざとなれば相手が弱みを見せればつけ込んでくる、
もしくは落ち目になればすぐに行ってしまう。他人から強く出られたら、その人が大切に思っていることも主張を変え、また持っているものを放棄する。そういう人間が頼りとされ信頼されることになるでしょう。私たちが今東西冷戦がとっくに終わって、一つ一つの国が自分たちの国益をかけて、そして新しい国際社会を構築しようとしている中で、どこの国が信用できるのか。あの国は言ったことは必ず守る、そして利害にこだわらずに大切なものは徹底して守るんだ、主張するんだという国になるのか、それとも長いものに巻かれて、もしくは大きな圧力に屈し、自分たちの主張を簡単に取り下げる、引き下がる国なのか。そんな国だとするならば、国益と国益をかけた国際交渉の場で日本の主張が通るわけがありません。日本のイニシアチブが世界から信用されるわけがありません。それが私は今領土問題を通して世界に日本が問わなければならないし、世界から日本が見られていることだと思っています。その上で、ある意味で民主党政権のおかげで私たちの国は何が正さなければいけないのか、今どこが弱いのかということが分かったんです。その意味で民主党の功績は大きい。しかしこのまま分かっただけで終わってしまったならば、我々は信用を失っていくだけです。私が自民党だから民主党をこの批判するのではありません。野党だから与党を攻撃するのでもありません。何党でもいいんです。日本国の政府は一つしかありません。私たちの国の政府が国民の代表として、国民の意識の統合と領土の保全と国家主権を確立できなければ、それは経済や環境や全ての国際交渉に影響が出て、我々は自分さえ良ければいいんではありません。日本だけ良ければいいんでも成り立ちません。世界の中でこの国が交わっていかなければいけない。その原点をおろそかにしていけば何も進まないということでございます。そしてそのあんまり顕著な例が竹島の領土侵害であり不法占拠です。韓国が法律に基づかず不法に軍事的圧力をかけて占拠している、これを不法占拠というんです。日本が閣議決定をして、政府が外務省のホームページに命一番に出てくる、この不法占拠状態だ、日韓で協議しなければならない、このことを言わない政府ができてしまったところから全てが動いてしまいました。3年前にマラソントークを始めたばかりの頃は、まだ小さな工事が日本に隠れてこそこそと、太陽光のパネルがいつの間にかパネルの、要するに太陽光発電所のちっちゃな工事がやったりとか、そういう状態だったのが、今やヘリポートはとっくの昔にできてしまっています。東大森が住む住民の宿泊所は3倍規模でもう完成しています。さらにはヘリポートがこの完成し、海洋科学基地、これ日比谷公園の大きさしかない竹島に地上15階建て相当の巨大な構築物が沖合1キロにもう建築されるために発注され、韓国本土で組み立てが始まっています。もう誰も止めることができなくなってしまった。私たちはなぜこんな傍若無人に話し合いもつかないまま、戦後の首引きからまだ日韓が話し合いがつかない、その状態をこの平穏を破ってここまで傍若無人に我が国の領土を韓国がどうして使えるのか、その根拠を知らせてほしい、自分の目で確認しよう、そんなものはないんですけど、彼らがどういう根拠で我々にそれを主張できるのか自分の目で確かめようということで、下條先生と一緒に行こう、下條先生にこれはご案内をしていただいて、あの竹島の博物館を一つ一つチェックしよう、こういうことだったんです。別に向こうで旗を振り回したり運動したりデモをやるわけではありません。一般の観光客と一緒にビザもなくても相互訪問ができる日韓、パスポートさえあれば誰でも自由に安全に通行が保障されている日韓において、国民の代表である国会議員と、そして学者を理不尽に
入国禁止措置をするものということは、これは全くの不法行為であります。法の根拠はありません。そうまでして私たちを入れたくなかったか、どこに彼らの根拠に自信があるか、自信の中の裏返しでもあります。そして私今日ここに持ってきましたのは、少なくともあの8月1日は未遂に終わりましたけれども、2つの効果が出ました。一つは、私がソウルの金浦空港でカメラを向けられてインタビューされて、竹島はどこの領土ですかと聞かれました。竹島は日本の領土です。しかし日本と韓国で意見が違うから、考えが違うから協議しなければなりませんと申し上げました。これはテレビの報道を通じて韓国全土に公表されたのです。戦後日本の公の人間が公の場で竹島は日本の領土だと韓国本土で言ったのは初めてのことになったそうです。一体あの日本人たちはどうしてあんなに平然と、しかも来れば殺してやるだとか棺桶に入れてやる、そして私の顔をですね、このポスターを焼き放つというような、そういう蛮行に及びながらですよ、そこまでされながらどうしてあの人たちは平然と粛々と来てるんだと、そういうことを韓国人たちが考えたようです。それからもう一つは、あまり過激に日本を無視して行動すると日本も実行動に出てくるということが韓国側の世論で巻き上がりました。したがって8月1日以降、大臣、国会議員、韓国の政府関係者一人も上陸をやめしなくなったんです。それから計画されていた式典はことごとく天候不順を理由に延期中止となりました。それはファッションショー、音楽会、さらには政党の代表がそれぞれ竹島に上陸して声明を出す、大臣がいろんな式典をやる、全て中止になったんです。そしてもう一度冷静になって日本とのどうすればいいのかということを、とそういう機運が盛り上がったところに、その韓国の竹島利用の自粛を解禁してくれる人がいました。それが日本の野田首相です。8月の1日以降一人も出かけていかなかった韓国の国会関係者、その後日本の総理大臣が10月18日に韓国に出かけていって大統領と首脳会談を行いました。この時にヘリポートの工事はまだ完成してるかどうか定かでなかった、実際には終わっていますけど、一連の工事があり巨大な構築物が出来上がる、そういったことが分かっていて工事が発注されていてにもかかわらず、日本の総理大臣は一言も竹島の他の字も言い出せませんでした。そして逆にリ・ミョンバク大統領から歴史問題について、これは外務省資料では歴史問題は何も触れられてなかったんです、プレスリリース。ところが下條先生の情報で、私どもが韓国側の新聞報道をチェックすると、首脳会談で歴史問題について話し合われていたんです。しかもそれはイ・ミョンパク大統領から日本の野田総理に対して竹島問題などの日韓のこの障害となるような問題は総理大臣が責任を持って積極的に解決努力してほしいと言われた。日本側の問題だと、あのような国会議員が強行入国するようなそういった事態が起きないように日本側で責任を持って野田さんに努力してほしいと言われ、それに対して野田さんは一言も言い返すことができませんでした。日本の総理が言ったのは、日韓の障害は努力すれば乗り越えられると思うと言っただけ。そして総理が訪韓されたその1週間後、竹島に新たな現場管理事務所という、これは想像の絵です、竹島の桟橋付近に観光客を収容する新たな施設のこの実施設計建設計画が決まりました。今まで韓国側が環境上の問題で許可してなかった問題、それが総理の訪韓の1週間後に許可になったんです、発表されました。翌日中止になっていたファッションショーが開催をされました。そしてその後11月の11日には自粛していた韓国の国会議員が5人で主催をして
初めてとなる音楽コンサートが開かれました。これも我々が事前に察知をして、今度は日本もさすがに黙っていられずに、外務次官、日本大使が正式に取りやめするように抗議しました。その抗議に対する韓国外通部のコメントは、日本の申し入れは対応する価値がない。3回にわたって11月の11日に行われたコンサートの前、8、9、10の3日連続で日本政府申し入れです。我々自由民主党の私がやっております領土特命委員会、徹底的にこれを追及して、きちっとやるべきだ。そして日本はやったんです。でも結果、その答えは、日本の申し入れは対応する価値がない。こんなコメントを韓国が出したことは今までかつて一度もありません。日韓の領有の意識の違いがある。竹島は韓国の領土であるということは言いましたが、日本の対応を申し入れを対応する価値がないだろうということは一切言ったことがなかったんです。そしてその後、今度は10日だって11月の21日に、今300トンの船が20分しか止まらない竹島桟橋を大改修をして、5000トンの旅客船が常時止まれる300メーターを超える桟橋のこの実施設計の入札が始まりました。これも絶対に許すことのできない、我が国のこの島を勝手に触り、そしてこの5000トン級の船を入れるためには竹島の海底を掘らないと船が展開できない。だから海岸海底部を触るかもしれない、こういう状態があって、これも大使も次官も抗議します。外務省の発表は、日本側の報道では現時点では何ら決定していない。これが日本の外務省が発表したプレスリリースで、そのまま日本の新聞が書きました。皆さんもそのようにご覧になっていると思います。でも韓国側の報道をチェックすると、向こうの外務次官が言ったのは、独島は歴史的地理的国際的に私たちの領土で、日本政府の関与する問題ではない。しかし観光施設の設置会議に関しては最終的に決定したことはないと言っています。桟橋を作るかどうかは日本が関与する問題ではない。しかしこの桟橋の設計上の問題等についてはまだ最終決定していない。これが韓国のコメントだったにもかかわらず、日本の新聞はそれを何ら決定していないとだけ、その一部分だけを切り取って皆さんに国民に報道するんです。それが今の日本政府の現状なんです。日本が関与する問題ではない、何の意味ですか。それは野田さんに言った日本の総理大臣に、竹島問題は日本で何かが起きたならば日本の国内で日本の政権が国内問題として解決してください、私たちは私たちの領土を自由に使ってまいります。自民党時代に、自民党というか自民党が政権を立てした日本と韓国の政府間交渉が、この問題は未だに未解決の日韓基本条約の条項に入らない、早期事項として別途協議することになっていて、長年のやり取りがあり、その話し合いがつくまではお互いに触らない。私たちが、私が国会に行った1997年以降も、島はおろか島の周辺に船が入ってきて調査をするだけで、私たちは海上保安庁の巡視船を出して押し出しておりました。いちいちそれは国民両国の圧力にならないように積極的な報道はいたしませんでしたが、それが現実です。ソウルでもって韓国本土で切手を一枚出しただけで猛抗議をしてやめさせました。それが政権交代によって日本政府の方針が変わった、ましくは韓国の要求を受け入れる政府だという誤ったメッセージが伝わっているんです。日本政府は一切見解を変えていません。でもメッセージが誤ってしまっているんです。結果としてもう歯止めが効かなくなって、今は分からないけれども、これからあと 1,2 年のうちに新しい施設ができ、ヘリポートは24時間今度はチヌークというですね、40人乗りの大型ヘリコプター、軍隊の1個招待付きの大型ヘリコプターが常時離発着可能、そして5000トンのクラスの旅客船が出て、韓国政府は今政府で迎えている留学生を全て竹島に連れていってるそうです。アメリカで竹島は韓国の領土の看板を立て、ヨーロッパでシンポジウムをやり、こういう状態に今私たち日本は何も知らされず、国民は
そして政府は何も言えないまま、なんとか友好、日韓の未来関係を作りましょう。どういう未来関係になるのかということを私は指摘せざるを得ないし、これは我々政治家の責任です。与党野党関係ありません。政府がしっかりしない限り外交はできないんです。ですからその実態をですね、ぜひ皆さんに知っていただいて、今日私がたまたまちょうど続けあの書いたものが、今私が話したことの細かいことに書いてありますから、ぜひご覧いただきたいと思います。だいぶ時間を頂戴して恐縮なんですが、これが基本です。今このままいけばあと 1,2 年で竹島はリゾート化してしまいます。そういう中で全ての施設ができた後からあれを壊せ、あれを取り除けと言ったって、それは現実簡単なのではない。そこなる前に私たちはもっときちんとした声と世界に対する発信をしていかなければいけないのではないか。またそれを我々はやろうということでございます。来週は竹島の日があって、下條先生もお出かけになるし、私もまたお邪魔をさせていただいて、とにかくですね、国民運動として国民の声を上げていかない限り、今のままでは日本政府と日本の国民の声は韓国側には伝わっていない、誤ったメッセージとなって静かだ、特に批判もない、抗議も出ていない。だから韓国のやってることは日本は了解してる。これが今の日韓の竹島をめぐる実態だということは、私はぜひ皆さんにですね、強く訴えさせていただきたいと思います。必ず具体的な行動をしてまいりますし、また私もですね、次なるどういった企画をすればいいのか、下條先生等々連絡取りながら、しっかりとですね、これはただ文句言っててもダメなんです。口だけではダメなんです。必ずこの問題を動かすためのことをやってなければならないし、何よりも一刻も早くこういう今の国家方針で、外交方針で行く政府でいいのかどうか、もう一度私は国民に信を問う、そういう機会を一刻も早く作るべきだと思っております。ぜひ今日はですね、意義あるこのマラソントークとなりますように、またいろんなですね、意見交換していただいて、共にですね、行動する、そういうことをですね、きっかけとなりますことをご期待いたしまして、冒頭のご挨拶、また現状報告に返させていただきます。ありがとうございました。